ニーナさんは出てないみたい。あ、出てる出てる、一番後ろ、うん、
¡Gracias!
東京フェニックス選手の入れ替えです。1番草野カリー選手に代わりまして3番セコイアオータム選手、12番ケイラ・マリタ・ボーリルン選手に代わりまして6番レベッカ・カーステン選手が入りました。7番ジョージア・バールズ選手に代わりまして6番安井沙耶選手が入ります。東京フェニックス選手の入れ替えです。2番岡田春奈選手に代わりまして4番山田玲選手が入ります。変わりまして8番パトリシア・ガルシア選手、12番ケイラ・マリタ・オーリベン選手に変わりまして9番原渡辺選手が入ります。
番号4、レベッカ・カーソン。14対5、三重カーレスがリードしています。ノーサイドです。マッチナンバー22カップトーナメントクォーターファイナル第4試合、三重カーレス対東京フェリックス、ご覧のように14対5、三重カーレスの勝利です。三重カーレスはカップトーナメントセミファイナルで長門ブルーエンジェルスと対戦、敗れた東京フェニックスは5位決定戦で大友がディンピーラスと対戦です。